どうも皆さん、こんにちは。論文男です。さあ、本日は、金玉を大きくして、精子を増やしてくれる食品をご紹介していきます。金玉というのは、解剖学的用語では、抗がんです。抗がんには、精子を作る重要な機能がありますので、本日は、この抗がんを大きくする食べ物を、南デンマーク大学の論文をもとに、徹底解説をしていきます。精子を増やすっていう風に聞くと、まだ子供を作る予定はないし、結婚もしていないから、自分は関係ないよって思う男性もいるかと思います。ただこれは大きな勘違いで、精子の量や質というのは男としてのパラメーターですので、精子の元気がなくなるということは知らず知らずのうちに男としての魅力も失ってしまいます。なので、金玉を大きくして精子を増やす行動というのは、男が男らしくあるために確実に必要な行為ですので、女性からモテるという要素だけではなくて、仕事で成功したいや金持ちになりたいという方は、ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。2020年に南デンマーク大学から精巣の機能と栄養素との関連についての研究が発表されまして、平均年齢 18.9 歳の徴兵された男性1679名を対象にして調査が行われました。調査の方法としては、まず対象者に精巣の容量を調べる検査を受けてもらい、その方の日々の食事の内容やアルコールの摂取、喫煙の有無などライフスタイルを詳細に聴取し、約90日間の追跡調査を行うという研究です。対象者が1679名と多いですし、どんな栄養素を摂取すると金玉を大きくして精子を増やすのかを90日間という長期間の調査をしたというとても貴重な研究になります。で、もう早速結果なんですが、精巣の大きさ、精子の量どちらもライフスタイルで最も関連していたのは食事であり、実際の論文の図を引用させていただきますと、食事の中で魚油サプリメントを服用していた男性は、全く服用していなかった男性と比較し、精液の量が 0.38ml 多く、魚油サプリメントを60日間以上服用していた男性は、精液の量が 0.64ml も多かったという結果になりました。また、精巣の大きさに関しましても、魚油サプリメントを服用していた男性は、全く服用していなかった男性と比較し、0.8ml も容量が多く、60日間以上服用していた男性は、1.5ml も多かったというデータが出ています。つまり、魚の油というのが、金玉を大きくして、精子を増やす最強の栄養素というわけです。これは研究者曰く、魚油サプリメントに豊富に含まれている、オメガ3脂肪酸が、精子の細胞膜の生成に重要な働きをするということ。そして、このオメガ3脂肪酸は、体内で合成することができませんので、食事から摂取することが重要だということも述べています。今回の研究では、兵士を対象にした研究でしたので、魚油サプリメントの服用が精子にはいいよという結果になりましたが、現状日本で市販されているオメガ3脂肪酸のサプリメントで、酸化されていない質がいいサプリメントというのは、科学的なデータを調べる限りでは一切ありませんので、金玉を大きくしてくれるオメガ3脂肪酸は、魚を食べて摂取する必要があります。まあ、つまり、金玉を大きくして精子を増やす食品とは、魚になります。オメガ3脂肪酸が豊富に含まれている魚として代表的なのが、厚労省のデータを引用させていただきますと、マグロ、サバ、サンマ、サーモンです。私のおすすめとしては、サバ缶がおすすめです。完全に密閉されていて酸化はしていませんし、タンパク質も豊富なので、筋トレ後の栄養補給としてもおすすめの食品になります。魚を食べることは、金玉を大きくするだけではなくて、以前放送した、魚の驚くべき効果5選でもお伝えをしましたが、アンチエイジング効果や脳の発達、ストレス解消効果までもが科学的に立証されていますので、毎日食べておきたい最強の食品、それが魚になります。最も効果が高くなる魚の摂取量も以前の放送で詳細に解説をしていますので、概要欄に URL を貼っておきますので、興味がある方は見てみてください。金玉を大きく、夢を大きく、魚を食べていきましょう。それでは本日は以上です。またお会いしましょう。バイバイ。